とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきますね。今日はね、ガシャ、いきます。コインが160枚ぐらいかな、162枚あるんだよ。これでね、回していこうと思う。コインを入手するのって結構楽になったよね。ラスボスの5区を1回行けば5個もらえるので、結構簡単に集まる。で、今日はね、どれを行こうかな。よろずでね、ファッションも欲しい。ファッションも欲しい。でも、あのね、メダルがね、サンバーニングキックが出てるのよ。これ一つ欲しいな。ということで今日は、メダルと、よろずを回していく。まずね、メダルから行くよ。メダルをね、そうな、20回、30回行こうか。30回。ちょっとね、必殺技のね、レベル高いのがちょっと欲しいんだよな。エルゼル、614か。まあまあまあ、全員の平均のレベルだから、これぐらいだろうね。いきます。サンバーニングキック欲しい。おっと。ピックアップだからね、当たる可能性は高いんだけど。いまいち。ダメだ。お、セミマルはこれ、新しいやつだね。セミマルは新しい。で、あとはまあ、いまいち。あと一回いきます。来い。金、来ない。金じゃなくても出る可能性はあるよね。金じゃなくても出る。あ、ほら来た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 。うん。レジェンダリーじゃないけども、出た。オッケー。一つ欲しかったんだ。これまだ持ってなかったんで、いいね。よし、オッケーオッケー。では、残りの70連、全部これに、つぎ込みます。食べ物が入ってるっていうのがちょっと怖いんだよね。食べ物は全然いらないから。はい、来て。ファッション。新ファッションとかなんか出たのかな？お、来たんじゃない？なんか。フィニッシュスティング？なんか、経験値ボールが出るようになったね。あ、アイテムは10個単位で来るやつがある。はい、行きます。来い。金が来、あー、来ないな。レジェンダリー確率がなんか若干低い気がする。けども、あー、オーロラスマッシャーか。もう一個の方だったら嬉しかったけどね。あ、でもアイテム、いいよ。6個いっぺんに来てくれたりとか、さっきも10個とか出たからね。ああいうのは嬉しい。いきまーす。確率 7%。来い。金1つ、2つ、あ、2つぐらい来てくれればいいんだけどな。親の目。ん？あれは、ん？なんだ？陽気波動かなんか？あ、力脱根か。サイエンスファッションは、まあ、嬉しいね。普通に、そういうアイテムが、嬉しいな、今のところ。作りたい装備も結構あるしね。来たんじゃない？これ。来たんじゃないの？とか言いながら食べ物とかね。来るなよ、食べ物。あー、神経験値か。まあ、まあいいか。神経験値はまあ、よしとしよう。でも、アイテムじゃなくって、ファッションがやっぱ一番欲しいんだ。魔法使いすらまだ持ってないからね。魔法使いでいいのよ。
あ、違う。武器か。あ、エグゼソード。来たね。ドッジボール。これレベル低いし。こんなんじゃいらない。あ、エグゾードソードか。うん、これはまあいいとしよう。まあ、3つぐらい持ってるけどね。600以上のやつが出てくれるなら、文句ない。お、来た！来たんじゃない？ファッション。ファッション来たんじゃない？また？また？またか。まあまあ、神経験値あれば、2つあればね、レベル1上がるからね。まあ、よしとしよう。はい。では、ラスト。100連目。いきます。100連目でなんか来い。来ない。なんか来てくれ。いい必殺技でいいんだ。あ、来てないじゃん。全然ダメ。あと1回行く。あと1回。泣きの1回。7%。1個以上金が来るでしょ。来た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 。さあ、なんだ、ラスト。お、来たんじゃない。スリッパか。スリッパいらないな。あ、でも一番強いやつだ。新しく出たやつ。でもね、これクリティカル以外のダメージが1になるんで、若干微妙っちゃ微妙なのよね。あー、まあまあ、いいか。OK でしょう。いや、OK でもなかった。はい。まあ、今回110連回したけど、微妙だな。微妙。装備品がやっぱ欲しかった。装備品。と、あと、コマンドメダルね。必殺技が欲しかった。でもまあ、コインはね、入手しやすくなったんで、ガチャも今後ね、どんどん引けると思うんで、うん、さあ良かったよね。ちょっと全ファッションを入手できるように頑張りたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。